配信中毒ありがとう。ありがとう。もう本当にどこにも行けない。ありがとう。今入ってたって言ってるやん。何回言えば分かるの。できない理由も俺言ったよね。しつこい。しつこいとブロックついてくで。しょうもないことって。カイド、はい、マイブロック。金さんありがとう。何のロープですか。何のロープ。死ねってこと。お前ブロックしとくよ。当たり前じゃん。潰したいもん。あロープ買いに行け。自分で消えろ。
何の展開ですか、何を求めての展開ってないけど。大陸さん、花火ありがとう。ありがとうございます。でかいのありがとうございます。うーさん、ありがとうございます。俺いつまでベトナムにいられるの。ホテル代は今日朝払った。家ついてもあることないし、調査ありがとう。ちょっと歩いて。よくそんな言葉出るな、ジャグライコーって。状況分かって言ってんの。桜ありがとう。てかループすぎ、またやばい。本当に時間が進んでるか分からなくなってくる。アピか分かんない。いやごめん、一番分かんない。溶ける、自分が。
疲れたなもう。本当精神病。どこへ。どうしようかわからない。だからさ、68万とかいちいち言っていけるけど、考えてみろや、お前。何その嫌みったらしいやつ。68万、62万な。65万か。だからもう何回言ったら分かるの。マジで。じゃあ他の愛人者のやつら持ってあるわ。で俺だけこんな言われんとかんだ。だから50万円今日使ったっつってんだろ。それ以上落とせねえんだよ。八つ当たりじゃないわ。同じこと何回も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 同じこと言われたらそうなるわ。はい。こういうやつゴンブロックもう話にならん。え、ガキですけど何か。誰か役って知らねえやつ、そんな人たち。興味ねえ。いちいち名前出すな、カス。
ああ、62万5000円だった俺。あ、シーラカンさんありがとう。もう BGM かけねえんだよ。歌いたいのは山々だけど。カジキありがとう。お、ノー、ノー。だからマジ危ないんだって。あー、お花火ありがとうございます。やべえ、ちょっと待って、玉の裏かゆいぞ。なんかかゆい。ここら辺来たことないけど大丈夫なの？うわあ！ごめん。ゴキブリいた。すいません。マジでゴキブリいた。怖っ、ここ。でこれ危ないって、これ。ゴキブリいた。危ないだろう。うわ、なんかいる。ゴキブリにビビったら悪口言われるんだ。すんごいや。やんの、これどうやって通るよ、ここ。危なすぎだろこれ。通れんやん、こんなん。これ危ねえって、これ。危な、マジで、マジで危な。ちょっとやめて。危ねえ、マジ危ない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 。
東京って書いてあるのにさ、思いっきり外国人なんだよな、あの絵。炭火焼きか、いいなぁ、美味しそうだなぁ。貸してください。こんなとこにあったんだ、こんな。どこに歩いてるのかな。ありがとうございます。やばい、日本と韓国のお店多いな。ね、これバイクタクシー乗ったらバンになるの？ありがとう。ノーヘルだとならない。ならない。あのさ、金あるやんってさ、ごめん、もうなんかこいつらもうほんとイライラするわ。頭おかしいんちゃうのこれ。え、自分映さなきゃ大丈夫これ。信号無視とかじゃなくて、信号がないのね、そもそも。わかります、言ってること。別にバンにさ、配信落とされてないしな。
BBQ ってとこいくらなんだろう。ありがとう。何の肉なんだろうな。5000で足りんよな。メニュー表置いてないのかな。3000円ぐらいで食えるのかな。いっぱいはいらない。行ってみるか。なんかおにぎりとかあればいいけどな。コンビニになんか何も売ってないんだ。パンとかしか。ありがとう。なんかここら辺ちょっと怖い人いっぱいいるな。ありがとう。これブラッキーじゃね。ブラッキーだ。あ、しんちゃんもいる。和食のお店これ違うだろう。ここ和食のお店なの。違うでしょ。うわ、読めねえ。
ラビエージ飲めねえ。韓国の中華違うでしょ多分。あ、中華料理、え、中華料理なら良くないか。あ、確かにハングルじゃない、中華料理良くないか。中華麺とかあるのかな。あ、海鮮チャーハンだろこれ。いくらだ、安っ。中華ラーメンってどういう感じだっけ。ラーメンってあるよな、中華麺って。これだ。ちょっと待ってよ。あ、ちょっと待ってよ。絶対あるはず。これで見ないか。魚かこれ。ラーメン。ないか。あ、でもビザ使えなかったら意味ねえんだけどな。コーヒー、こっちはドリンクかも。あ、ラーメンないかもな。麺ないのか。うん、焼き飯みたいなのはあるけどな。これ飯でしょ多分。ないか。ラーメン。ないね。ないわ。海鮮チャーハンしかないわ。東京飯に中華料理。え、どこそこ。遠いのかな。ヤッホー、マジでも美味しくない。パチ屋からすぐどこにあるの。パチ屋からすぐってどこにあるの。嘘でしょ。え、南郷さんが言ってくれたな。これ半飯435号さん、まあ、天高。え、そこ行きたい。え、ビザ使えそう。そこビザ OK。 え、あのパチ屋の近く行けばいいの。え、行ってみようぜ。歩いて何分。チン飯。ゲテモノはね、ベトナムはね、あ、カエルとか、カエルのもも肉。
カエルがそのまま入ってないんだよな。だからパッとしない。ネズミはないでしょ。いやもう食った、まずい。いや食べた、味がないで生臭い。10秒？マジで？マジで？行って。そうなんだ。タイルはお金がある。え、これ？どういうこと？俺見たことないけどな。ドラゴン橋の近く、遠くね、遠くない？え、遠くないですかそれ。42分もかかるの？なんだよ。だよな、無理だわそれは。うわマジかよ。歩きしかないで。中華料理屋行きたいな。高い。あ、でも行きはギリギリ行けるかもしれない。50。無理か。え、パチ屋のとこにあるはずだよ。え、435号は行ったことあるの？誰から情報？いやいや、だから食っ、だからその食ってるのは分かるんだけど、なんで知ってるのそれを。近いって。なんでそれが分かるのかが分からない。逆に視野から10秒。やべ、ちょっと待って、ここマジわかんない。パチ屋から10秒って本当に目の前にあるレベルだ。一楽ならあったけどな、見つけたのが。
これもハングル韓国。うわ、パクチーの匂いがすごい。めっちゃいい匂いする、めっちゃいい匂いするわ、めっちゃいい匂いするわ。めっちゃいい匂いするわ。これ何や。バーベキュー屋根だから。俺マジでさ、ちょっと本当にガチで本当ブチ切れそう。あのね、端末がね1個使えないから、わざともクソもないんだっつーの。わかる？言ってること。10秒って書いてあった。やべえ、俺ってこれどこかわからんくなっちゃって、ちょっと待って、曲がるところを探さんと。これどこなの、これ左に曲がるところが。意外にお客さんいるんだな。ここら辺初めて歩くわ。え、これどこに向かってんだろう俺。あそこにホテル街だろ。こうだろ、一本向こうなんだよね。だから合ってるんだって。多分こっちどっかで左曲がればいいんだよ。あ、ここでこれ、こういうとこでフォー食べたら本当に本当にやばかった。あれ、これ飽きるのか。でも本当に思う、こういうマッサージ屋さんってさ、よく続けられるよね。マッサージ屋さんがありすぎるんだよな。あそこもスパだろ。もうここ多分、ここ通ってくる前に多分10軒以上ある。お客さんは入ってない。起きない。だからエッチなやつは VIP って書いてあるんだって。 VIP マッサージって。それ以外スパとかマッサーだけ。お、びっくりした、びっくりした。お前かわいいかよ。
めんなさいごめんなさいごめんなさい。ロックオンサイドびっくりした。目合っちゃった目合っちゃった目合っちゃった。かわいい。びっくりした。襲ってきそう。どこだ？シーン。これ左に曲がればもう着くぞ。あ、これか？これ？違う？チンやって。の。なんか日本っぽいけど。だから見なきゃいいじゃん。なんで見てんのお前。すごいな。M 面白くない M 見てるって気持ち悪く。ド M だろ。どこにあるとかマッサージや。なんでお前に指示されないといけないのかわからない。向かねえよ。どこだろう。全部マッサージ。違うか。探してる店を。あ、戻ってきちゃった。どこだろう。あ、これ違うか。はい、戻ってきちゃったけど、ミリオンゴッド。そこどこだ。どこだ。なんか中華料理屋があるらしい。ここら辺徒歩1分だって。だから戻ってきたんだけど。109、八屋から80m。チンメシ。どこだろう。でもなんか天田もこっちの方向向いて歩いてったんだよな。もうそろそろ80m だけど。八屋の前。DM 見れねえ。行けるか。あ、てかこれじゃね。あ、違うか。あれ、これじゃね。あ、違うか。え、これじゃね。違うか。看板見えてる。
あ、本当だ、あった。なーす。あった、これや。あったあった、チン飯。お、本当だ。こんにちは。オッケー。あ、ビザ、ビザ使えますか。ノービザ。ノービザ。オッケー、センキュー。終わった。人生終わった。どうしよう。米が食いたかったわ。まあ知れたからね、ありがたいわ。知らなかった。現ナマね。やべ、マジどうしよう。待って、俺の記憶が正しければ、意外に高いと思うよ。もうめっちゃ歩くな。センスないからやめろ。何を、主語がない。主語言える？自分。コメント消えた？できない。マジ？いや、これバスじゃない。観光バス。3個、タクシー2分。だから、タクシー乗れない。もう一個ある。
いやだからビザが使えないと何も食えないっていうね。あるよ。いやもうさすがに飽きたって。こっちもお店街なんだよな。前感なんてあんの？嘘でしょ。グローブじゃなくてそれ。いやマクドやったけど前使えんかった。デイサム近いの？いやできないよな。いやこの玉でっぽいわ。え、ガスあるの？そうでしょ。どうせパチモンのガスやろ。いやだからちょっと今から今行ってる試しに一か八かで。危なっ、危ねえんだってマジで。本当に危ないわ、本当にガチ危ないわ。危なっ、そんな鳴らさなくてもいいじゃん。ここら辺も歩きではないな。人って金なくなると歩くんだな、マジで。中華料理屋だったらもう一発で分かりそうだけどな。全部同じ店。中華食いたいな。さっきあったけどな中華料理。さすがにもう戻れない。あ、ジャパンって書いてね、これ業務ジャパン。ん、あ、スーパー、待って、スーパーある、スーパーある、業務スーパーある。
うわ、え、あ、やばい、ちょっと待って、タンマ、ダメだ、危ねえ、落とされるとこだった、配信。ちょっと待って、ちょっと一回ラジオにしていい？危ねえ、なんか普通に平然と入りそうだったわ、危なこれ、危ねえマジで、え、待って、やばい、え、えぐ、待って、日本のやつめっちゃ売ってる、え、ゼリーも売ってる、うわうわ、え、待って、カップヌードルも売ってるじゃん、ネギ豚骨も、ペヤングも売ってる、ペヤングも売ってる、きつねうどんも売ってる、待って、これビザ使えるの、おやべ、ビザ使えるんかな、ソリー、ビザ OK？ のビザ、ビザカード、ビザ OK？ OK？やばい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 、ミックチュジューチュも売ってる、ゴゴティ、ゴゴの紅茶も売ってる、緑茶売ってる、飲もう、ビザ OK って言われた、緑茶飲む、ビザ OK って言われた、もう俺ここで買うわ、俺おやべ、らっきょうも売ってる、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、どん兵衛、どん兵衛、やばい、ごつ盛り売ってるわ、ごつ盛り買うわ、150円ぐらい、160円とか、まあ、カレーも売ってるけどな、納豆も売ってるんだけど、納豆も、ちょっと待って、納豆が売ってるってことはさ、ご飯ないのかな、え、ライスバーガーも売ってるんだけど、チンするご飯ないの、インスタントご飯、部屋にレンジあったか、ないかもしれない、なかったら意味ねえわ、
賃があるのかな、貸してくれるの。ジェットも売ってるわ、ゴキジェットもあるわ。あの日本に売ってるやつの ライス。インスタントライス。お。あ、イングリッシュ、あ、ジャパニーズ。Yes. Sorry. インスタントご飯。あ、Thank you。 レンジ、あ、スピーキング、レンジはありますか？ No、 No? 大丈夫か？ OK、Thank you。 一か八かでレンジか、行くか。佐藤のご飯あるんだけどさ、気泡ができてるんだけど、まあいいや、行こう。幸せすぎる、まさかあると思わんかったわ。びっくりするんだけど、ガチビビった。まさか、さすがにないよね。お酒まではさすがにないかな。さすがにな、それは行き過ぎな。それはな、さすがに。いや、マジでないわ。やばいの見つけた。え、待って、タンマン。え、ちょっと待って、山崎あるんだけど。ウイスキー。え、なんで山崎がある？Hey, how much? It's 5 million.